いってらっしゃいませ、大吉町。はい、こんにちは。今日もお昼のホットなニュースをあなたにお届けするニュースいろいろのお時間です。担当は私、高梨と早見でお送りします。宇宙、それはどこまでも広がる。出撃ピクシーチーム。あと少しで到着するんだね、地球に。気合が入っているな、ビーター。さすがのお前もこの任務の重要性は理解しているか。もちろんだよ。だって地球の女の子めちゃくちゃ可愛いだもん。資料を見せてもらった時からゾッコンですよ。少しでもお前に期待した私がバカだった。え、期待？カメポン、ピータンに期待して、もう言ってくれればよかったのに。カメポンがしたいって言うならピータン。何の話をしてるんだお前は。うさー、何をしているのかね、君たちは。アルマルス司令官殿、いつから回線を。あら、聞いてくださいよ司令官。カメポンがピーターに冷たいんです。もっと素直。遊んでいるようなら今からでもバンデモ星に帰るか。そのようなことは。私たちを拾ってくれたご恩には必ず報いてみせます。そうそう、地球の女の子にも早く会いたいしね。ビーは黙って。まあいい、君たちも、ブーチキ、やめ。まったく。確認だ。
任務の真意きっ もちろんです。我が星で悪化を続ける個々独立社会の人民の意識改善のため、キキュピーターも昔から思ってましたよ。お前の場合は興味がありすぎだが。ただの腐れ縁だ。ブーブー、いけず。その腐れ縁こそ抜擢の、だが私は君たちの、は、実に良い女の子であり良い返事だが。いや、興奮しますね。仮にいたとしたということは、あの部分も10倍に。いつまでもくだらないことばかり。そういうことだ。潜入、まずはリリーパッドに潜入し、ラジャン、ゲームのことか。でもミサ、パソコンつけっぱで爆睡してたじゃん。あれっち、パソコンとかよくわかんないし。おバカのテンプレみたいなセリフを。俺には節約の方が。食べ物で機嫌が治るのは。あらあら、二人ともどうかしたの？あ、甘ね。姉さん聞いてください。パソコンつけっぱなしのミサも悪いだろ。これは姉妹喧嘩ってやつだね。よーし、お姉ちゃんに任せなさい。はい。任せろってミサちゃんのゲームが消えちゃったんだよね。だったら私がミサちゃん、あ、アマネにはミサのゲームは、は大丈夫だよ。いや、絶対やったことない類。大丈夫、任せて。私が寮で一番お姉ちゃんなんだから。それじゃあ早速始めよう。ま、待ってください。お、な、嘘？さ、今の話こそ嘘っぽくなって。いやいやいや、姉貴がパソコンを大事にするようにと、ちょっと状況を大げさに言っちゃって。だから姉さんの手を。あらあら、ミサ、本当はデータ消えたんだよね。そうですけど、ここはこういうしかないでしょ。姉さんに、あ、だね。ピンクすぎるからな、あれは。私もパソコン、ずっとつけっぱなしにしないよ。仲直りしてよかった。
そうだね。なんだか、ミサちゃん？ど、ゲームのお供に、あ、私は。こらこら、アマネーはダイエット中だから。もう嫌い。私は買い物行ってきます。ん？いっ、そ。どうやら、あ、ふわふよりどりみどりで、バカな、あ、そうだった。さて、あ、冗談だよ。と言っても十分住めるもんね。まだ言ってる。どうやら無事に基地。あ、知れ、はい、戦略を。結構だ。それでは早速君たちに演習。演習って、ああ、資料でデータは特に。ハッピー団、幸せを与えるってなんか曖昧な表現だよね。それを知るための演習。ええ、それでは基地一ラジャちょ、私は、は、宇宙平和法の存在ですね。技術、私たちが任せて。は、よし、やっ、ちょっと待って、クラクラ。よし、ふさ、
よし。ご苦労。どうやら。はっ。ハッピーダム。うん。了解であります。夢が広がるね。部屋での無防備な姿も。私とお前を一括りにするな。くれぐれも頼むぞ、カメポン。それとビーダム。そうだ。なんでですか？そんなの。寮の外で雨宿り調査じゃなくて、単なるお前の。その寮の中では君たち外に出続ければ。ビーダム、ずっと寮でお留守番しています。命あってのガールズウォッチングなので。寮のみんなが出かけた時は。おっ、そうだな、そうしよう。え、ああ、任務に関係。あ、そういうのはいらないです。遠慮するな。さ、うさー、勘弁して。まあ、仲が良いのはいい。これから半年の他に私から。はい。期待しているぞ。さて、はい、が待機中。寮内異臭騒動、原因を大捜査。うっ、気も。気持ちは嗅覚が死んだと。司令官、お疲れ様です。最近よく B、 司令官に対して失礼だぞ。それよりカメポ、異臭について。はい。なるほど。体調不良を。いや、住民の任務だ。ラジャ、でも宇宙船に匂いの機材頼りですか。なん、いつもの。了解。気持ちを切り替えて女子部屋あたりに集中しよう。任務だ、バカ。待機中。何か聞こえた？これも。
了。確かに何か聞こえたような。もしかして